今日はこのコースやっていきたいと思います。クリア率は 0.91%。 どうした俺、いつもと違うじゃんか。いや違うんだって、この方が作るトロールコースマジで鬼畜だからさ、少しでも体力を温存しようと思ってあんなテンションになってしまいました。でさ、ちょっと面白い話があるんだけど、今みたいなテンションでコースを始めたことがあって、その時にコメントでさ、娘がお母さん、ピオキングさんがどうかしちゃった、風邪ひいたのかなって言われたらしいです。まあそんな小さいお子さんにも心配かけないようにやり直そう。はいどうもピョキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で今日もトロールコース K-POP ファンサプライズ2ということで、楽しくもあり驚きもある洞窟2ということでしょうか。さっきも言った通り、このシールダーさんが作るコースっていうのはめちゃめちゃ鬼畜なんですよ。なんでちょっと心してかかっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.91%。 何を守ってるか知らないがな、シールダーナインさんよ。僕はその名前をも乗り越えるオフェンサー10となってやるぜ。外枠何者だ。大体こういう時ってさ、息アップ3つ目が敵キャラなんじゃないの。2つ目って新しいよね。じゃあこの火器を乗り越えていく。なるほどね、スピンジャンプで渡ってあの土管の方に入っていけと。ここまでやられちゃうと認めざるを得ないね、僕がうるさいということに。右下のブロックが開くなんて想像もしてなかったな。この矢印信用していいのか。とりあえず右にダッシュしてみよう。そしたらマントが取れたけど。今の考え方すごい好きなんだけど、シュールで。じゃあここは一旦チビになって、このパワーブロックでブラパを倒して土管の方に行けっていうことだね。さあ次は右下の近くの枠でいい。魚この方のトロールコースするときさ、だいたい10秒に1回ぐらいやられてる気がするんだけど、どうかな。じゃあここはすぐ上に行く。バネ、君だけは生き残って。これでバネに仮は作ったね。次何かあれば助けてくれると思うよ。じゃあここはメットを踏んで上に投げろということか。投げた瞬間すぐ右に逃げる、それが正解。はい。すげえ気になるこれ。さっきから実はこれが気になって眠れてないんだよね。なんでこれを叩きたいと思いません。これでやっと夜も眠れるね。じゃあこのメットをこの場所で上に投げておいて何もしなかったらいいっていうことか。そしてこの上は何もない感じということは、この下に降りて常に右にダッシュ、これでいいんじゃないの。はっ、上に投げておくか、これでいい。なんか良さそうだね。そしてこのメットをまた上に投げれば先に進めるみたいな。余裕なんだよ。何か悪夢を見ていたようだ。ピオキング、現実から目をそらすな。今のはまた夢だ。何言ってんだろうね、いつも。だからいつも見てる方に、ピオキングさんって何言ってるか分かんないですよねって言われるんだよ。それって終わってないか、実況者として何言ってるか分かんないって。ここは上を進め、そしたらドアがあるみたいな。天国への扉がね。あのね、こういうコメントもあったんだけど、取れ高とか気にしないでガチで集中してやってくれませんかって。僕結構ガチでやってるつもりなんだけど。じゃあ今から本気の本気で行くよ。今から無言でやるからね。ここはジャンプしてすぐ左に行けば中間ポイントが取れた。ちょっと集中するわ。叩いた瞬間すぐ左にジャンプ、それでカッ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 、勝ったぞー。はい、無事中間ポイント取れました。ここどこに行けばいいの。どっち、上なんか行けそうだな。こっちの青い土管の方行ってみるか。どっちが正解なんだろうね。落ちるだけみたいな。あ、いや、こっち行ける。あ、なんか行けそうだね。これは面白い。いや全然いいよ、好きだよそういう人をおちょくったような感じのやつ。あ、よし、こっからちゃんとやっていこう。中間ポイント1も取ったし、もうふざけた自分は見せないでいいでしょう。今からかっこいいピオキングだけを見せたいと思います。上にオンオフがあるな。ブラパ落ちてくるんじゃないのか。常に右ダッシュしよう。そしたら氷とブラパ抜けれると思います。そこは抜けたかったね。バネ、さっき助けたじゃないか。オンオは誰返す気かい。誰がやんのか。ニヤニヤが切れんな。お母さん助けて。ここまではいいんだね。こっから右を進歩しなかったら黄色い土管の方先に進めるということですね。ここは何もしないよ僕。以上やじ。ここは左でよかったのか。じゃあこの場所に留まっておこう。絶対なんか来ると思ってた。じゃあこのパワーブロックを持って左下か上だね。行っちゃった。え、こっちで合ってないかな。あ、はいって書いてるね。はいどうもこんにちは。絶対こっちまずいパターンのやつだ。はいどうもこんにちは。はで、これサムネの絵なんだけど、これなんだったっけ、映画でもあったよね。
うわ、なんだったっけな。いや、喉まで出かかってるんだけど、この名前が出てこない。そんな、どうでもいいから、行けよ、ほら。何その申し訳程度に入ってんの。そんないいから早く再開せ。ここさ、普通に扉入らせてくれると思う？入らせてくれるのか。何かを用意しとけよ、シールダーさん。名前の通りそこは守っとけ、ドアを。まあ僕はオフェンサーだからね。あ、ここさっきの場所じゃない？あ、そうだね、やっぱり。で、この扉に入っていけみたいな、上のハテナは？サクは引っ込んでる！チッテル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 。僕結構行かれてるとか言われてるけど、それを好んでくれてる方もいるわけなんですよ。なんでその好んでくれて見てくれてる方も頭いかれてるんじゃないかって。まったく、さっきから人をおもちゃのようにバカつかやりやがって。でもそんなことで僕が苦しむと思っているのかい、制作者よ。僕はな、このコースをクリアした暁にはさっき道の駅で買った唐揚げと鶏皮、それとミニストップで買ったおにぎりを食べるのさ。そう、そのな、おにぎりの具、おに塩やじとマリーのおにぎり。塩やじとマリーシリーズ雑になってきてないか。最近ネタがないから適当にやってないか、ピオキングよ。まあまあそういうこと。あ、中間ポイントすぐ取るよ。これみんな取れないよね、なんとなくそう思ってた。でも僕は中間ポイントがいらない男だということをみんなお分かりのようだ。さあ、こっから中間ポイントなしでゴールまで突っ切っていきたいと思います。まずオンをする。そしてこのツタに捕まっておこうか。モザイクかけても分かってた。ここどうすればよかった。この上に行ったらいけないってことでしょ。あ、ここ足場あるのか。そしてこの右は下からリフトが出てきてるから、これで中間ポイントゲットと。そしてこの次なんだよな、オンオフするまでに先に右に行けっていうことだったよね。そしてこのメット、いや投げたらダメだよね。左に投げてみる。そしたらどうなる。あこれ取れるかな。タイミングよく取ってみようか。いいか。ベッド。まあ中間ポイント取ってるし、僕は心の余裕しかないね。さっきと違うやんか。ここは一旦右ダッシュするのやめておこうか。そして右ダッシュすればいいっていう感じなんじゃないの。いや、ここが分かんないんだよね。あ、ここで投げるってこと。どうすりゃいいんだ。じゃあ置いてみる。次この場所で置いたらいいんじゃない。もういいや、もう疲れた。あ、ここさ、下に行けばいいのか。多分このつららのところで投げればいいんだよ。そういうことじゃないんかい。だがもう全て理解しまくりんゴリラパンダンゴムシ、ここは投げてすぐ上の方に逃げておけば大丈夫っていうことじゃないね。さっきから罠が頻繁だよ。めちゃめちゃ多いよ。そっちがそのつもりなら上等じゃねえか。こっちもそういうつもりで行ってやるぜ。ハロー。ハローじゃないんだよ。ここは落ち着いていこうじゃないか。投げて右上の方に逃げれば、あの土管の方に入れるのさ。バレーフューチャリングツララー。スターが欲しい。常にスター状態だったらこんなコース簡単にクリアできるのに。じゃあセルフスターを取っていったら楽勝でクリアできるんじゃないのかな。てっ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 てどうも意味わかんない系 YouTuber です。ここは炎が全部出来た後に行けっていうことかな。多分そんな感じだと思うんだよね。なんで次出てきた後にすぐに右を進化。わーい、違うルート来ました。絶対こっち違うやつだ。死に耐久ですか。僕そろそろ死に耐久欲してるよ。またこういう感じか。石谷ちゃんとあなたが倒しに来てくれるんでしょうね。あ、ロミエとジュレット状態だよ。石谷ちゃんと迎えに来てね。どこ行くの。じゃあここは途中で右入力を切る。そしたら先に滑るのか。そしてこのリフトは下に落ちないんだね。下に足場があるっぽい。じゃあこの上は、なるほどね、デッキが出てきて先に滑ると。あの魚には引っかかれてんだよ。分かってませんでした、たまたまです。それじゃあ、あ、ゴール見える。どう行こうか。ここはきっちりゴールしたいところ。常に左にダッシュ。とりあえずここまでは合ってるな。なんか出てきてるよ。ちょっとなんか出てきてる。マリー当たってんじゃないのそれ。はっ、いや、全然頼む。これ一回でゴールできるのか。どうなんだ。頭からにバネやって分かるわけねえだろ。じゃあここは下に落ちてやられるっていう感じでもないね。じゃあ扉に入って何がある。新耐久か。あ、またこういう感じね。なんかいろいろ
知的なやめて、誰にやられたか分からなくなっちゃうからそういう問題じゃない。じゃあここは一旦右にダッシュしてみる。これで合ってんじゃないのか。バレー。だが次はしっかりと誰にやられたか見極める。そうだろ、それがお前の役目だ。それでやられた相手の発狂するのか。名前が分かんない。残りいくつ隠してんだ制作者よ。じゃあここは右にダッシュしてバネをすぐに避け、じゃあ次こそこのバネを避けていく。あ、待って待って、じゃあ次しっかりとゴールしてみせるなって思います。ここ1対1出てこないだろうな。大丈夫。じゃあここの左のなんか出てきそうで怖いけど、じゃあすぐ左でもうやめない？ねえ、そういうのやめないかな。もういいよ、ゴール前でこんなにたくさんの罠仕掛けてくるの。ここで死にたい気を持ってくるか。なあ、いやでもさ、あそこに砲台があったってことは、これ死にたい気をクリアしてゴールできるみたいな。くっそ今めちゃめちゃ動くなかった。いや次は絶対いけるはず。タイミングさえ合えば。うーわ、あのバネのタイミングなかなか噛み合わないな。でもそんなに難しくないで。見たか、これが死にたい有名人だどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン。絶対次でゴールする。多分あの砲台があるじゃん、このちくわブロックの上に乗っておけばいいんだよ。なんでここを叩いてちくわブロックの上にすぐ乗る。これでゴールできるんじゃない。あ、え、なんで最後ちょっと押し戻されてめっちゃ焦ったけど無事ゴールできました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオか分かんないんだけど、サムネ映えオンオフ迷宮ということで、サムネを見る限り迷路になってるからオンオフを切り替えながらゴールを目指せっていうコースだと思います。ただクリア率を見る限りこの迷路めちゃめちゃ難しいと思うんだよね。時間がないのか長いのか分かんないんだけど、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.5%。このサムネの見た目でさ、高速オンオフまでなられたらめちゃめちゃきつそうだよね。多分それはないと思うんだけど、さあどんな感じなんでしょうか。あー、高速でオンオフはやっぱならない感じだね。じゃあこのオンオフをしながらどんどん進んでいけっていうコースだと思うんだけど、え、こういうのもあんの。え、閉じ込まるパターンもあり。誰か助けて。え、どういう時に閉じ込まるんだろうね。じゃあ上のオンオフはすんなってことかな。そしてこっちのオンオフはいいみたいな。めちゃめちゃ時間かかるかもしんない。今回最初の状態で右にも左にも行けないもんね。なんでこのオンオフは絶対合ってると思うんだよね。で次左行って閉じ込まったから、で右こっちも閉じ込まっちゃったよね。え、どうすればいいんだろう。左押しながら、あ、左押しながらとかだったら大丈夫なんだ。じゃあここは右押しながら、はい、ダメー。じゃあここ左押しっぱだよ。オッケーオッケー。そして次はもう完全に運だね。適当に行くしかない。あ、結構いけてる感じもしかして。じゃあ次はこのまま、とりあえず右の方がいいよね。右に行きたいんだけど右は押せる場所ないか。じゃあ次はここ右押しっぱで行ってみる。もうやめていい、このコース。運ゲーじゃねえか。じゃあここ右押しっぱしてこの青のブロックの方に入れられたんで、次左押しっぱ。オッケー。そして次はこのオンオフの場所だね。ちょっと下から行こうか。下から行ってこっから右押しっぱ。オッケー。そして次はここも右押しっぱ。こっからだ。あのオンオフをした瞬間下に落ちる。なんで食べキックをする。そしてあの間に入るっていう感じで、そして次どこ行こう。こっから右押しっぱジャンプ。オッケー。なかなかいい感じでもないね。これね、本来だったらスタートからゴールまで見せなきゃいけない形のコースだと思うんですよ。でもね、それ無理かもしれない。僕の実況テクニックだったらいつゴールするか全然わかんないもんね。で戻るだけでめちゃめちゃ一苦労だからさ。だからゴールの時は早送りで流させてもらうかもしれません。ここは壁キックして上に行けと、そういう感じだね。そしてこっからなんだよな。こっからさっき右に行ったよね。いや左か、右押しっぱでいいのか。そして次どこ。とりあえず右に行きたい。ゴールが見たい。え、まだ、うわ長。あ、ゴール見えたよ。とりあえずここでジャンプして右押しっぱ。いや来てる来てる。あ、なんか運がいいかもしれない。トロールで全部運使い果たした感じ。じゃあここは、いやどこでしょう。絶対大事だよ。あ、この上行けそうにないな。左がいいんじゃない。ここ怪しくない。ここで左押しっぱ。オッケー。そして次は一番右下が怪しい。頼む、ここでゴールさせて。これはめっちゃ
ちゃいいやり方かもしんない。本来だったら相当まだ引っかかるんじゃないかな。でもすごいアイデアだったね。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてイオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。